日本画の魅力は一言で言うと、色の美しさ、ハーフトーンの美しさ、その重なりの美しさというところでしょうかね。色を重ねていった時に思いもかけない効果が出て素敵な色が出たところに私は楽しみを感じてます。道端にそそと咲いているような花にすごく魅力を感じて、日本画にした時にどのようにこうよく見せてあげるか、可愛く見せてあげられるかということを感じながらモチーフを選んでます。自然の色っていうのはとてもじゃないけれども日本画の絵の具の色では表せないことが多くて、もともとの基本の色はあったとしても自分のイメージで仕上げていきます。一色かけて、あ、いい感じになったっていうような時にすごく心がウキウキと楽しくなります。絵の具は粗さがあるので、例えば100色あったらかける15倍ということで、もう3000色4000色っていう風な色があると思います。自分のイメージしたいい色になるように重ねて色を選んでいくっていう感じですかね。パターンではなくて、一つ一つ花をきれいな形を捉えつつ描いているっていうところがあるので、日本画で桜を描いています。いつ見ても、あ、いい絵だな、気持ちがいいなって心を和ませてくれることがやっぱり嬉しいので、どんな絵も手元にこう置くよりはその方が楽しんでくれたらと思ってお家に飾ってくれたら嬉しいです。